武器強化素材が足りないという方、今回は自動で素材を集めてくれるクエストをご紹介します。まずはオプションを開いてゲームプレイ設定へ進みます。その中にあるアシストモードの項目をフルアシストに変更します。これは難易度エクストリームまでのクエストで、移動以外の行動を自動で行ってくれるモードです。設定が終わったらクエストカウンターへ。護衛バトルを選択し、難易度エクストリームのいびつな塔の謎に迫るを選択。マッチング設定はローカルを選びます。ランダムで野良パーティーでもできますが、完全な作業なのであまりおすすめしないのと、ランダムマッチングの場合一定時間操作をしないと強制的にローカルに戻されるためです。このクエストは時間いっぱい祈り場というオブジェクトを守るのが目的のクエストです。このクエストの敵は基本的にこの祈り場に向かって進軍してくるので、フルアシストモードにしておけばその場にいるだけで勝手に迎撃してくれるわけです。とはいえ難易度はエクストリームなので、そこそこ育ったキャラクターでないと倒せません。おすすめのキャラクターは遠隔攻撃ができるラカムやオイゲン、射程が長いフェリなど。残り一枠はレベルが上がっていないキャラクターを入れておくと育成もできて便利です。育てたいキャラクターには取得経験値アップや取得 MSP アップなどをつけるとより効率的。キャラクターによっては攻撃モーションなどでどんどん後ろに下がってしまいますが、あまり問題はありません。まずは1周目終了。今回は結晶の宙が50個程度、台が複数個手に入りました。報酬確認画面が終わったら再挑戦を選択することを忘れずに。これでオート周回の準備が完了。この後は放置するだけで、クリアするごとに勝手に武器強化素材が溜まっていきます。このオート周回は10回行うと再挑戦するかの確認が出ます。この時だけは操作が必要ですが、その都度再挑戦をすれば延々と稼ぎ続けることができます。